てくださいこの東洋のエーゲ海、見てくださいこれ綺麗ですね。綺麗ですよ。だっめっちゃ白飛びしちゃいました。あ、磯が2万5000とかなってる。そう設定にしたんですか。あれあの絞り優先になってるんですね。ああ絞り優先ですね。僕絞り優先好きなんで。あ好きなんですか。はい、ボケさせたいんで。あなるほど、まあ、でも景色だからボケるとこがないのでないんですね。ボケるとこないですね。残念ながらなので、あの実はこの EOS M6 にはですね、はい、この新モードがありまして、そうするとですね、こんなにも美しい夕焼けが撮れました。綺麗ですよね、かっこいい。あ、僕も撮れちゃった。あ素晴らしい。 It's Canon M6 このあのクリリン公園ではすごくここからがいいですと言われている。あ、そうなんです、はい、場所なんです。あ、そうでした。栗林じゃないや、栗林です。ちょっとじゃあ私撮ってみようかな。ああ、じゃあ撮ってください。どうでしょうか。なんでこんなに違うんですか。じゃあ何逆に飛ぶんですか。これ限定モデルだからでしょ。ずるいですよ。風景写真なのでやっぱできればちゃんとね、クリアに綺麗に隅々までピントを当てて撮りたいと。そうですね。いう時にその絞りの数値 F 値を低くするか高くするかどっちだったでしょうか。低くです。違います。F 値さっきの時はですね11で撮ってました。あちょうど僕も今プリプリってやったら F11 になりました。なるほど、はい、あできたんですね。なりました。ちょっともう一回撮ってみましょう。うつべしうつべし違います。あー一旦は映りましたね。そうですね一応なんか普通に撮れるようになったっていうだけですねこれ。